今回はももの前とお尻の筋肉のトレーニングをしていきます。まず足を肩幅に開いて、手は頭の後ろで、ゆっくり右足に体重をかけていきます。この時にまず膝をただ曲げるのではなくて、足の付け根、股関節から曲げていきます。同じように逆に、この時に、右の曲げた方の膝が外側に向いたり内側に向いたりしない、まず正面を向けるようにいきます。曲げた時に体重がお尻にかかるように、今回はここまで。次回もお楽しみに。バイバイ。